スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、ザ・バックホーンボーカルの山田です。ギターの相良美です。我々ザ・バックホーン、7月の5日にニューシングル、孤独をつないでがリリースされます。はい、あのね、もうライブをイメージして作りました。あのこれからもね、夏フェスとかでいろんなライブでいっぱいやって、皆さんとこう変わらずこうエネルギーの交換をしながらね、盛り上げたい、もう活力をお互いね、与え合いましょうということで、一生懸命作りましたね。はい、熱い曲になっているので、ぜひそちらをもね聴いてみてください。そして、これからね、ライブもいっぱいありますよ。ありますよ、とりあえずワンマンがバックオン決まってまして、あの日比谷の野外大音楽堂で10月の21日にワンマンライブがあります。これはちょっと久しぶりなんじゃないですか。何年ぶりでしょうね。なんかもう 6年ぶりですね。6年ぶりって、はい、どうですか。いや楽しみですね。あのいい季節だって言いますよ俺ら。ちょうどあの言われました。ちょうどいいって、涼しいって、ちょっと涼しいぐらいがちょうどいいって。しかもなんか照明が多分日が落ちるのもちょっと夏よりは早いんで、そうそうそう、こう照明がね効きやすくなって、とてもこうムーディーでいいよという、いいよ、ね、これ間違いない、楽しみにしてしてください。はい、はい、そして、9月には9ミリパラベラムバレットとナッシングスカーブディンストーンとバックホーンで3バンドで合同のツアーが3カ所ありまして、ピラミッドアクソというライブを全国3カ所行います。うん、こちらもね、ね、熱いバンドが集まっちゃいましたから集まっちゃいましたから、やばいからこれかなどうですか意気込みは。いやちょっと気は抜けないですよね。抜けないよね、本当にね、うん、決めたら食われますからね、本当にね。そうですね、でもまあそれが台湾の醍醐味ですもんね。そうだね、そのぐらいの緊張感というか高め合いがね、うん、だからやっぱなんかこう台湾であのバンドとなんかあのバンド組み合わさるといつも結構いいライブになるんだよなみたいなのを見に、うん、みんな見てくる、多分期待してくれてると思いますね、今回の3バンドは、はい、ぜひそちらも楽しみにしててください、うん、そして11月の3日から、ザ・バックホーンマニアックヘブンという、マニアックヘブンボリューム11、マニアックヘブンという毎年ね年末にやっているマニアックな曲しかこうやらないというイベントがあるんですけど、そのツアーが今年はあります。11月の3日から全国9カ所、どこでしょう9カ所は。9カ所、名古屋、仙台、福岡、札幌、大阪、高松、広島、金沢、東京と、はい、すごいですね。11月の3日から12月の24日までですね、はい、うん、初めてですねツアーは。そうね、そんなね、こんな9カ所もやるのはね、うん、これはすごいよ。ね、内容が内容なだけにね、はい、バックホーンのこうメンバーが手書きで描いた絵とか、過去の T シャツとか、こういろんなこう、まあ、他にもいろんな展示物がこうあったりして、こう、まあ、バックホーンのギャラリーがね、ギャラリーがあるので、うん、一緒に回るマニアックなね、うん、見れたり、そう、まあ、曲がね、そもそもあんまりやんねえ曲ばっかりやるっていうね、企画って、うん、あんまりやんねえ曲、本当にやんねえ曲ですから、俺ら200曲ぐらいあるらしいよ、もうね、ありますよね、うん、それどうしてもね、やれなくなっちゃう曲あって、そういうのもうバンバンやってくるんで、その楽しみにしてください。はい、まあ、俺らの不安なんだけどね、いつもね。やりましょう、やりましょう、ちょっとやりましょう、いやったり、やってやりましょういやかなーってかなーよし、はい、そんな感じですか。マニアックヘブンツアー、うん、ボリューム11も、ぜひお楽しみにしていてください、うん、はい、はい、こんな長くていいんですか。いいんですかね。いいんでしょうね。いいでしょうね。これがウェブなんでしょうね。ウェブですよ。あ、ウェブ。うん。はい。あとは以上。そんなです。まあシングルだね。シングル、はい。7月5日に発売のニューシングル孤独をつないでを、はい、ぜひ楽しみにしててください。ザ・バックホーンボーカルの山田でした。ギターの相良美でした。